どうも、こんばんは、エヌムです。今回は、東京グールリ、インボーク。派遣会社に、親友との再会、長近秀吉が来ています。早速、詳細の方見ていきましょう。今回ですね、提供割合的に、10連3回引かないと1体当たらないっていうか、まあなんか前回のひなみから、なんかそんな感じのような気がするんだけど、今までさ、ステップ2で確定1体出したら、なんか派遣のシステム変わった瞬間からさ、ちょっと派遣渋くね。派遣に石持っていかれるようになったんだけど、派遣会社。まあでもそれでも引かないとさ、ちょっとついていけなくなっちゃうんで、引くんだけども。あれですね、ステータスっていうか、アビリティ的には、30%、新情報 30% に、レア確率 30% いいね。で、成功率アップ 15%。まあ、成功率アップね、今、派遣が足りない、派遣キャラが足りない、この状況下で結構、揃ってない方にとっては、必要なあれだと思うんで、アビリティだとね。で、5分短縮。なんで5分なんだそこ20分でよくないか。20分にしたらさすがに強すぎか。で、1.8 倍。まあ、10分。SR にしてくれ、アビリティ、ここの。ノーマルはダメ。で、逃走ステータスですね。5突したとき移動レートプラス1、体力アップ B、レート1、で、300、300で、まあ、ステータスが、HP7735、攻撃407、なんだ、防御326、うん、まあ、なかなか強いんじゃないだろうか。なんだっけ、攻撃上げるやつ、俺誰、何につけたんだっけな。まあ、南西とか時々使ったりしてるんですけど、逃走で。誰つけたっけな、忘れちゃった。金木だっけな。2周年、なんかあの、配られた金木あんじゃん。グルカルのあのアイコンの金木。あれつけてたんだっけな、それともムカデサイコだったかな。なんかそんな感じのところつけてたような気がするんですけど。こいつ5突したら移動レートプラス1ですね。まあ、南西の一番トップに置くムカデカネキと、石カネキかな。あいつら移動レート上げた方がいいよね、多分。だから、まあ、こいつを引いてつければいいのかなと思ったりするんだけど、そこまで俺も逃走やり込んでないから、まだ全然、そういう域に達してない。はい、というわけで、引いていきましょう。提供割合3分の、1じゃねえわ。ステップ3で、10連引けば3回目で確定ですね。まあそれまでに、ちげえのちょっと待って、俺ステップ3で確定かと思ったらさ、さっきね、さっきここまでしか見てなかったんだよ俺。ここで、ああ今回ステップ3なんだと思ってさ、今こうパッて見た。ふざけんな、なんで10連でステップ3まで行ってもお前ヒデが 50% なんだよ。俺これ絶対外すんだよな。お前、入るんときも、ムカデんときも、オールんときも、そうなんで、外すんだよ、俺は。30% だろうが、50% だろうが、外すんだよ。はい、ということで、引いていきますか、じゃあね。くっそ。まあもう、俺もそのステップまでで出たらもう終わるからさ。石が少ねえんだよ。今月のフェスゲン、警戒してるかって、石温存させてよ。ステップ1で出てよ、ヒデ。やめて。もう渋いんだよな最近、その確定枠までいかないと SSR の演出が見れないっていう。で、確定枠で SSR の演出見てもおっ、ってならねえんだよな。おっ、なったわ。さあステップ2で終わろうぜ。っていうかヒデが出てくるのってね、早くない？おっ、何これ、一発目から来るパティン。このさ、ヒデが出てくるのって早くない？まだじゃないかな。親友との再会、まだそこまで進んでないと思うんだけど。いや、これ普通にさ、このステップ外したらさ、石足りねえんだけど。やめてくれ。やめてよ。いじめないで、俺を。そうやって、俺いっぱいガシャ引くからって、やめて、いじめないで。頼むよ。いや、これ期待していいっすか。これ期待していいっすか。自分、相手人間なんだ。自分期待いいっすか。
けんなよマジで。ざけんなよマジで。ほんともうやんだけど引きます。ちょっと俺ここまでして引くもんなのかな。俺派遣会社で苦しみたくないんだけど。あんさあ、これならお前逃走リリース記念のさいっぱい引いた方が良くないか。くそ、クソ渋いんだけど。俺さ、これまた 50% 外すんだよね。まあいつもの流れ的に、いつも流れ的にとりあえず2周は外すんだよね。なんか3周目からが勝負なんだよね。はいはい、さっきさボックスいっぱいになったから整理しに行ったらさ、ビッグマダムが鬼のように溢れてた。2ページ分ぐらい溢れてた。びっくりした。吐き気を催した。頼むやめて頼む、許してあー許してくれる。あーあざっす、頼む。おーこんなもん180個もざっけんなよマジで。やめてー、くっそこのガシャやめてー。おいこんなの石180個だってくっそもったいし、なんでレアなんだ。助けてください、お願いします。引くと言った以上引き下がれないんだけど、助けてください。俺をほんと最近ガシャ運なくて、なんかもうスペシャルガシャも別に途中で出てくれてもいいじゃんね。俺ここで出ても喜べねえよ。まあ、出ないんだけど。俺これ実装されてる？これ側だけなんじゃねえの？ちょ、見る。ちょ、側だけなんじゃないの？ガシャの側だけ来て、実際は、実装されてませんよ、みたいな。あると思います。補充した石全部消えそうなんだけど、なんかもう出る気がしない。俺 50% 外しすぎてもうなんかね、渋すぎて笑うんだけど、助けてくれ頼む。これなんだっけ、これステップ1だっけ、これステップ3だっけ、1だっけ、これ3だよね。もうここ外したらもうあれだよ、さすがにグーでパンチだよこれは。うわ、これ期待できる。これ期待できるんじゃないか。俺人間確定枠でめっちゃ人間引いてんだよな。来たか。お前に払った石の数、莫大だぞ。あ、重蔵じゃん、最後。はい、というわけで。悲しいよ俺は本当に。ですね、ちょっとあれだな、何しようとしたんだっけ。もうなんか今爆死してちょっと頭おかしくない。なんでさ、ちょっと本当言わせてくれ、今回に関しては。なんでさ、こう提供割合さ、なんでこれステップ3で確定かと思いきやまたここでさ、これなの、おい 50% なの、おかしくないか。ちょっと俺さすがにこれはな、普段文句を言わないことに定評のある僕なんですけど、あ、これはさすがに言わせてほしい。なんでこの仕様にしたの？派遣を厳しくして、なおかつ派遣ガシャも渋くするのはさ、ちょっとハードル上げすぎじゃない？まあ逃走リリース記念を引けっていうあれなのかもしれないんだけどさ、それにしてもさ、ちょっと今フェスゲンですらあれだよ、そういう時代じゃないよ。昔フェスゲン 50%、30% の時代あった。確かに。
でも今はもう 100% じゃん。フェス限だって石300個砕いてステップ7まで引けば、しかもステップ5とステップ3では SSR が出る。ステップ5に関してはフェス限一体確定だしね、過去の。あのさ、ちょっとこの派遣の渋さには納得はいかない。俺今回に関しては、だって今回砕いた石270個ですか、270個、あと30個プラスすればフェス限一体、もうスペシャルガシャのキャラに関しては1体引けてるんだよ。割に合わねえ。ちょっとこれは考え直してほしいですね。うん、はい、ということで最後ダラダラと愚痴を言ってしまって申し訳ないんですが、また次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。